はい、えー、これまで見てきたことによってですね私たちは日本語のですね句の内部構造がかなりよく分かってきたということになるかと思います。具体的にはですね、えー、名詞句があれば必ずその中に名詞がありますがその名詞は必ず一番最後に来ているということですね。 えー、あるいは形容詞句があれば必ず形容詞がありそれは、えー、形容詞句の最後に来ているあるいは高知詞句があれば高知詞は一番最後に来るあるいは動詞句があれば動詞はその中の一番最後に来る、えー、副詞の場合でしたら、えー、まあ 一つのケースが多いですのでまあ一つだけしておきましょうかこういったことが分かってきましたまあしかしながらですねまあこれだけでは全て捉えきれないそういった例もありますのでそれをこれからちょっと考えていきたいと思います例えばですねえこんな例ですね「りんごを買った」はいこれ えーまあ、普通の多動詞の例ですけれどもこれのほかにですねこういう言い方もありますよね「青森でりんごを買ったと」と、まあ、どちらも正しい表現ですけれどもこの「青森で」っていうのはですね、まあ でこの「あってもなくてもどちらでもよい」えー、ということに関してはですねこの中では表現しきれていませんのでね、えー、ちょっと考えてみましょう、えー、じゃあこちらですね「りんごを買ったナンフレーズがあって」えー「バーブがありますね」で「青森で」でしたらこれになりますね「ポースポジショナルフレーズがあって「りんごを」があってこうなります これ2つ書いておくのはちょっとまあ煩雑になりますのでこの青森では出てきても出てこなくてもよいとそういう意味でこの2つを一緒に表現するそのためにこの括弧ですねえ使いますこれがありますとえこの動詞区内にえーポーズポジショナルフレーズは出てきても出てこなくてもよいとそういうことを意味するとそういう約束にしたいと思います。 はい、でこれこれをもうちょっと詳しく書きますとこういったようなことです。でこのようなですね句、まあ、構造の中身に関しての約束これを最初に提案した人それがですねこの人ですね。 英語で書きますと、まあ、Phrase Structure Rules、まあ。日本語では、区構造規則。まあ、簡単に PSR と書いていきましょうか。区構造規則と、まあ、呼びますけれども、えー。じゃあもうちょっとこれ、詳しく。チ、えー、ョムスキーは、えー、英語に関して、まず、 提示ししてくれれましたけれども、まあ、このクラスでは今日本語やってますのでねまず日本語から私が提示していきたいと思います、えー、まずじゃ名詞句でしたら後で例を見ていきますのでね形容詞句があってもなくてもよいとか必ず最後にナウンが来ます あるいは形容蓄でしたら、えー、副式があってもなくてもよいとかねそして、えー、高知蓄でしたら、えーまあ、これも絶対に、えー、高知蓄の前に名蓄が来ていますねでこれと同じように動蓄でしたら これはですね後々にまた見ます、えー、あってもなくても良いケースもありますのでねはいでえー、いいとしましてえ復、ー、縮でしたらえーまあ、必ずアドライブが来ますねでえーまあ、最後にこの約束とちょっとずれてしまう、えー、前回にも、えー、お知らせしましたけれどもまあ 文に関して言いますとですでね、えー、文はこの約束に、えー、まあ従わないとなぜかはまだ分かりませんけれどもで文というのはですね、まあ、必ず名詞句と、えー、まあ同式と、まあ、今現在ではこれ同式にしておきますね名詞句と同式に分かれますよとこれ句構造規則です